ね、私物の展示でさ、天ヶ瀬の湯のさ、おっぱい、胸元に穴が開いてるさ、お洋服がさ、展示されてるの見た？あれ、カブラキさ、昔さ、なんか、天ヶ瀬がそれ着てた時にさ、天ヶ瀬と話してるはずなのに、なんかずっと胸元をさ、あ、うん。あーね、そうだよね。みたいな感じでさめちゃめちゃさ、そのガン見しながらさ喋っちゃったことあってさらに別れ際に、え、なんか服めっちゃエッチだねってさ言っちゃったことあって、そのやりとりがあったことをツイッターかなんかでバラされてたのよ。で、なんかそれに対してロコこういうこと言ってきたよねってさ、天湯が言ったのをさ、いやだってさ、あんなんさ服にさ穴開いてたらさ見ちゃうじゃんっていうのを、なんかざっくりイラスト付きでさ弁明したんだけど、あの今回実物をみんなに見てもらったことで、やっぱカブラキの罪がちょっと軽くなったんじゃないかなと思って。あれはだって見ちゃうじゃん、あんなとこにはなかったらさ、あんなミッドナイトビーナスさ。あとですね、あのカブラキロコさんが、あのムエがね胸元開いた服のことをなんかすごく言及してたらしいんですけど、あの皆さんはね、たくさんあのムエの胸元が通気性のいいファンアートを書いてくださって本当にあのありがとうございます。でもですね、あそこまでは開いてねえ、あそこまでは開いてねえ、そんなには開いてねえ、はい、ちょっとなんか切れ目が入ってるみたいな、なんかタンクトップの上になんか長袖のやつを着るみたいな、そういうニュアンスのやつで、なんか斜めに開いてんのよ。で、なんか左側の鎖骨だけ見えるみたいな、そういう服だったんです。あのチャイナ服みたいな、あの首元で留めるみたいなやつだったんですよ。はい、そこまでじゃないです。はい、以上です。私、私服こういう風にみんなの前に出てくる時のおしゃれ着だけどさ、結構真っ黒だよ普段ギャル服だよ、黒のギャル服だよ。なんかあのほら、ニジフェスさ、私服展示あったじゃん。あの系統で近いのはムユだね。ムユチの服みたいなのばっかり着てる。だからムユチの服をみんなエッチとか言ってて、え、あれエッチなら奈良かもう知女やんって。そう、私はあれをがエッチって言われてるのを聞いて、え、私じゃあ知女ってことって、すごいえってなってた。え、私知女ってことって、胸開い、私胸か背中か腹出てないと呼吸できない生物だから、どっかしら出してるかも。せーの、おつんきゅんきゅん、バイバーイ。じゃあ何が言っても